実はニコニコ笑ってる人には来ません。くよくよしてる人に来ます。これは明確な動物実験で分かっています。今塩ですね、はい、塩を 200g 取ると、うん、成人男性の方はこれ致死量っていうんですけど半分の方は亡くなります。 200g の塩、はい、ところがプルトニウム239の蛍光致死量飲み込んだ場合致死量ですね、これは 32g です。ですから毒性というのはつまり飲み込んだ場合はですね、うん、塩とそんな大差ないんです。それから肺に飲み込んだ場合の致死量は約 10mg、うん、これはだいたい青酸カリちょっと、まあ、怖い薬になってしまいますけど、うん、そのくらい の毒性です。私たちの生活にはどんな影響があるんでしょうか。はい、これはありません。ない、はい、まずですね、この物質は非常に重いんですね。ですから要素のようにこう飛散していくことがありません、うん、ですから、まあ、作業者の方には影響があるかもしれないですね。ですから本当にお気をつけていただきたいんですが、うん、はい、皆さんご心配と思いますけれども、うん、皮膚についても、大丈夫、吸収されません。食べ物はほとんどが尿などで排出されます。吸い込んだ場合に肺がんのリスクがあるが非常に重いので大丈夫ということです。悪者たちが僕を貯水池に投げ込んだとしてみましょう。僕は水に溶けにくいばかりか胃や腸からはほとんど吸収されず体の外に出てしまいますので実際に人を殺すようなことはできません。でも悪者は小さなことを種に大きな嘘をついて脅かすことがよくあるのです。福島県ではこの間聞いたんですけど学校で子どもたちやお父さんやお母さんで意識の高い方が子どもに椎茸やタケノコが給食に出たら食べちゃいけないよと言ってそれで子どもが学校に行ってそれを取り分けると先生が来て食えっつって食わせるんだそうです。ゾッとするんじゃないですか皆さん。こんなこと今起こってるんですよ日本で。どうするんですかこんなこと。それやらせてんのは山下でしょ。背後にいるんでしょう。さっきおっしゃったように文部科学省がいるからこういうことになるんでしょう。どうしてこんなことほっとくんですか日本人は。子供たちみんなで殺してるんじゃないですか。許せないですよ。